あなたは転生を信じるだろうか。1957年5月5日イギリスで、ある姉妹は交通事故で命を落とした。両親は深く悲しみ、父親のジョン・プロックは双子になって生まれ変わることを毎日神に祈っていた。それから8ヶ月すると、妻のフローレンスは妊娠した。ジョンはこれを生まれ変わりの双子と信じて疑わなかった。いや、信じざるを得ない現象が次々に起こったのである。転生の実例は2600件以上報告されているが、これは最も信憑性が高い話である。信じるか信じないかはあなた次第です。多忙伝。都市伝って言わないですよ。多忙伝は言ってないよ。あれそうだっけ、そうだっけ、絶対言ってないと思う。あ、そうだ、だから都市伝って言ってるね。お前テロップ打ってるから分かるよ。お前動画まさか見てねえよ。お前見てねえよ。正義はね、はい、今日風邪ひいちゃって、はい、風邪ピーピーですね、ピーピーですね、寝れないということで、今日はこの3人でやっていくということで、はい、今日やっていく題材はですね、はい、生まれ変わりについてです。生まれ変わり、生まれ変わり、テンスラ、テンスラです。テンスラ、要はテンスラよ。テンスラよ。転生したらスライムだった現実に。そう、転生シリーズが今流行ってますけど、何件も実例があります。あ、そうなんだ。現在発見されてる数は約2600件。うわ、めっちゃあんな。めちゃくちゃあるのよ。あ、意外と身近だったりするんだ。今日はね、その中でも特に信憑性がある例を紹介したいと思います。おお、はい。ポロック家の双子。双子で、俺もそこびっくりした。双子、ポロック家の双子が最も信憑性があると言われてるわけなんだけど、まあ、その前にね、他のケースというものもありますので、はい、まず先にそちらから紹介して、その後に本編について詳しく話していきたいと思います。はい。パトリックにはケビンという兄がいたが、パトリックが生まれる12年前にガンで亡くなっていました。ケビンのガンは足を引きずるように歩き始めたことが原因で判明しました。その後、鎖頸骨の病理学的骨折で苦しみ、頭蓋骨にあった小さなコブの生検も行われました。そのコブは右耳のすぐ上にありました。外頸動脈の中心線を通る化学療法を行いましたが、2歳で左目は失明していました。パトリックは生まれた時から体に特徴があって、3つの傷があった。その3つの傷っていうのが兄の体と完全に一致していたんです。まず1つ目、右耳のところに傷があったのよ。まずこれが完全に一致していた。2つ目が首の右のここら辺、ここら辺にも、もう斜めのマークがあって、もうこれも向きとか角度が完全に一致していた。で、3つ目っていうのが左目の病気なんだけど、まあ、この病気もね、完全に一緒だったと。むずいな。むずくね。どういうこと、何むずいって。だから どうやったらそんな生まれるの。感想意味わかんねえよお前。意味わかんなくない感想。やりづら。転生系って記憶がさ、前の人の記憶が残ってるって気なのは聞くじゃん。そう、それは聞く、それは聞く。まあそうだよね。それもアニメの世界だけだと思ってたけど。そう、うん、本当そうです。外傷も一緒で全部こうなるなんてありえるんだね。パトリックは歩き始めるとすぐに足を引きずるようになりました。病院に行ったが何も問題は見つかりませんでした。で、パトリックが4歳になった頃に前の家に戻りたいっていうようになるんですよ。へー。最初は親とかも、またこの子は適当なこと言ってみたいな感じであしらってたんだけど、パトリックはその家のどこにテレビがあったとか間取りとかもめちゃくちゃ詳しく覚えていたらしい。当然パトリックは行ったことないし。ああ、生まれる前の家ってことか。そう、生まれる前の家。じゃあその兄はその家に住んでたことがあったってことだね。そう、その記憶まで遺伝すんの。そうなんですよ。まあ、遺伝じゃねえかも、これは。まあもう生まれ変わり、うん、そうだね、転生、ここでは転生というとこか、うん、っていうのがね、まあ一つ目に話した実例なんだけど、はい、二つ目は最も信憑性が高いポロック家の双子を話していきたいと思います。1957年5月5日イギリス、ノーサンバーランド州ヘクサムの町で、とある女性の車が対向車線を越えて歩道にまで乗り上げました。調べによれば、彼女は大量の薬品を摂取していて、意識は朦朧状態にありました。この事故っていうのが、3人の子供が学校に行く途中に
交通事故に遭って亡くなってしまった事件のことを指すんですね。あ、そのうちの1人が11歳のジョアンナ、2人目が6歳のジャクリン、3人目がその2人の姉妹のお友達と。自慢の仲良し姉妹の不良の時に両親は心に大きな穴が開いてしまいました。特に父親のジョン・ポロックは悲しみから死んだ娘たちがまだ生きていてそばにいるように感じて仕方がなかったと言っていました。ジョンは姉ジョアンナと妹ジャクリーンが双子になって生まれ変わることを繰り返し神に祈っている姿をたびたび見せていました。全国民の両親そう思うよね。まあそうだろうね、誰でもそう思うよね、自分の子供。その祈りが通じたのかどうかわからないけど、この後転生するんですよ。マジで？まあ転生するんですよって断言したけど、転生したとしか思えないような出来事がめちゃくちゃ起きるわけよ。それから8ヶ月するとフローレンスは妊娠しました。ジョンはこれを生まれ変わりの双子だと固く信じて疑いませんでした。そして事実、1958年10月4日彼女は一卵性双生児を出産しました。彼女らは女児でジェニファーとジリアンと名付けられました。やがてフローレンスもまたこの双子が姉姉妹の生まれ変わりだと信じるようになります。まず初めに夫妻が気づいたのはジェニファーの額のあざだったんですよ。なんでこのあざに注目するようになったかっていうと、亡くなった妹のジャクリーンが三輪車で遊んでる時に転んじゃったのよ。その時に額にあざができちゃったんだよね。ああ、この額のあざっていうのがジェニファーにもあったんですよ。ただ夫妻はたまたまだろうみたいな感じで思ってたのよ。そうなんだけど、次に話すエピソードで夫妻は完全に双子が生まれ変わったと確信するようになります。おー、ジェニファーとジリアンがあるおもちゃをね要求するようになったのよ。そのおもちゃっていうのが亡くなった姉がよく遊んでいた人形だったんですよ。夫妻はもう亡くなった姉のことを一回も話したことがないし、そのおもちゃも見せたことがないと。ある日突然、そういうこと、そうある日突然そう何ダーフが言うなら浮かれてる。そうって何そうって言ってんの。別にお前がさ、そのおかしなことを勝手で喋るのはいいんだけど、よくわかんない発言のせいで実はこいつが全部知ってたんじゃないかっていう誤解を生まれる。やめてほしいんだよね。すでに知ってるやつの言い方ね。そうなんかさ、あのこう人形を見せられて、あそれ欲しいっていうのは普通に子供としてありえるなと思ったけど、この人形の存在なしで、そう、あ人形が欲しいって言ったの。そうそれってやばくね。やばいよね。さらにこの人形を買ってあげましたと、その人形を指さしてこっちがメアリーでこっちがスザンヌねって双子が言うわけ。なんとこの名前が姉たちがつけていた名前だったんですよ。ゾッとするよ、そんな最初から。そうだよね。ゾッとするし嬉しさもありみたいな不思議な感情になるだろう。まあそうだね。どういう感情なんだろう、その時。そうだよね、当事者じゃないと分かんないね。そうだね。双子が4歳になった時、ポロック一家は1歳になる以前のジェニファーとジリアンを連れて別の町に移転したが、彼女らが4歳のある日用があってヘクサムの町を訪れました。引っ越す前の町だね。亡くなった姉妹と夫婦が住んでいた町、そこに行ったと。ジェニファーとジリアンがその町についてある方向を指さしてるわけで、こう言ったわけです。あそこら辺に私たちが通った学校があるよ。その学校の近くに公園があって、その公園でまたブランコしたいな。当然まだ学校行く年齢じゃないから。そうだよね。その意思があるのかね、この子供二人に。ここがもう子供にしかわからないよね。どんな感覚で喋ってんだろうね。気づいてないのかね。ただ単に記憶に残ってるがわーって言っちゃってるだけなのかな。まあ多分そうだと思う、ね、記憶に残ってる。多分そうだよね。これまで結構姉妹について喋ってきたけど、まあもうすでにもう転生 99% してるでしょみたいな。してるね。まあそう思ってると思うんだけど、まだまぐれでしょって思ってる人もいると思うんですよね。そうなんだけど、さすがにそんなこと言ってられないっていうことが起きてしまいます。これ以上ある。なんか姉妹を連れて道路を歩いていたと。そしたらその道路の脇にエンジンをかけっぱなしの状態で停車している車があったの。その車を歩いて通りがかった時に姉妹が危ない、ぶつかってくる
るって叫んだんです。事故の記憶だ。そうなんですよ。やば、危ないって言っちゃってるもんね。そうだよね。じゃあもうその事故で亡くなったっていうもう認識が前の姉妹にあるってことだよね。そもそもだって止まってるから。そうだよね、うん、止まってる車に子供危ないって出ないと思うんだよね。出ない出ない。向かってくる車だったらまだしも、うん、ああ現在ポロッケ家の双子は多くの人から生まれ変わったと信じられている。学者はこの双子に関心を持ち、1964年から1985年まで一家を追跡調査した。その結果、転生においてあざが重要な役割を果たすと考えられている。そんな姉妹なんだけど、5歳を過ぎてからはどんどんこの前世の記憶みたいなものが薄れていったらしいですね。あ、そうなんだ。以上がね、今回の話になります。はい、興味深いわ、本当に。もしかしたら何かのズレで俺らも全員前世見れるかもしれないし。まあそうだよね、うん、なんかその子たちはたまたま見れてるだけ。大人になってからもさ、うん、雷を受けたショックで前世の記憶が蘇ったとかいう例もちょいちょい聞くもんね、やっぱり、ね、はいはいはい。それこそ占いとかもあるじゃん、あなた前世何でしたとか。あ、そうだね。そういうなんかスイッチを押せるやつがいる時点であるんだろうな、全員。前世見たいよね、マジで。微妙、なんか知りたいけど知りたくないっていうのもあるし。いや俺前世アナコンダがいいからさ。なんでよ。アナコンダではないよお前。いやアナコンダがいいよ。お前絶対アナコンダじゃない。だってこんなにアナコンダ好きなやついないんだよ。それはそう。それはそうだ。そうだよ。というわけで今回の話、少しでも興味深いな、面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。